ヤネキン TV Everyday。 はいどうも、ヤネキン TV のヤネキンです。今日は爆発するスライムを作っていくよ。わあ、すごい伸びるね。このスライムを入れると爆発するよ。それじゃあいきます。3、2、1。あ、いやいやいや、髪がボソボソになっちゃった。ということで今回の実験は大成功です。でも良い子は真似しないでね。動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、こんなもんか。え？これはバスってるのか？小指です。なんだこれ。うわー、すごい銀の盾だ。うわー、すげー輝いてるよ。本物だ。うわー、ヤネちゃん YouTube 頑張ってるのね。すごいわ。ありがとう。じゃあ私が企画とか考えてあげるわね。お金の面もちゃんと私が管理してあげるから。え？ただいまー。ヤネちゃん、企画考えてあげたわよ。え？いいから、取ってきなさい。今日は、たくひらがしらに潜入していきたいと思います。あら、いらっしゃい。こんにちは。うまい棒でも味見するかい？え？いいの？じゃあ、いただきます。うん、おいしい。食べたね。え？じゃあお会計10万円ね。おかしいでしょ。味見でも食べたから払ってもらわないとね。嫌だ。やっておしまい。おい、10万円出さないとどうなるか分かってんだろうな。おら、この野郎。ワッパ。あれ、ヤネちゃんすごいわね。じゃあ次の企画の撮影を。もう危ない企画は嫌だよ。はあ？そんなこと言ってると立派な大人になれないわよ。でも宿題もやらなきゃいけないし。宿題よりも大事なことがあるでしょ。はあ？いけ。ヤネちゃんいい加減にしなさい。ミエのおばあちゃん家に行くわよ。え？ゲームしてたい。たまには里帰りすんなよ。何その荷物。はあ？東京のお土産よ。あと何かあった時のためにアサルトライフルと金属バットと日本刀と。見物は持ち込み禁止ですので、こちらで処分しますね。渡しなさい。嫌よ。渡せ。嫌よ。渡せ。何よあんたも。何よあいつ。それお土産じゃ。お腹すいたから食べんの。現在高度1万キロメートルの高さに到達しました。異常は特にありません。キャー、異常しかないぜ。キャー、まさかハイジャックか。おとなしくしておけよ。今からこの飛行機を墜落させる。なんだって。あんた口臭いのよ。触んな。いい加減にしろよ。お前らせいミラゴラスだ。何か武器は。ダメだ、飛行機が壊れちゃう。おいガキ、何撃ってんだお前。クソ、どうすれば。せっかく気持ちよく寝てたのに、うっさいわね。よかった。首を怪我してしまったみたいで。助けなきゃ。誰かお医者様いませんか。あんたが助けなさい。できた。
そういえば今何時？5時59分だよ。やばい、門限まであと1分だ。お母さんに殺される。じゃあね。お、おい、大丈夫ですか？あ、寝てるだけじゃん。どうだ。1秒遅かったわね。外で反省しなさい。そろそろ開けてよ。ハローハロー。ちょっとうるさい。今いいとこなのよ。チョッピー、もう十分反省したから。もうこんな家出てってやる。とりあえず家作るか。これで完璧。君、誰の許可を取ってここに寝てるんだ？許可って特に取ってませんけど。ここはホームレスの縄張りだ。勝手なことするな。おら、おてめえ、よくも。うわうわ。子供だからって舐めてると痛い目合うよ。よく寝た。あ、そうだ、ヤネちゃん、もういいわよ。ん？家出します。一人で生きていくので探さないでください。あのクソ息子、見つけたらぶっ飛ばしてやる。あのバカ息子、どこ行ったのかしら。あれ、ヤネちゃん、あんた散々探したんだからね。さっきから無視しやがって、このバカ息子。あんた誰よ。ひーひー、さあさあ、お食べになってください。こんなのただの雑草じゃん。おいしい野草だけを集めてきましたので。意外と美味しい。あ、間違えてヤバい野草の方を渡してしまいました。てめえ、ふざけやがって。ヤネちゃん、ヤネちゃん、ヤネちゃん、どこ？お母さんだ。ヤネちゃん、ヤネちゃん、こんなとこ、てめえ、こんなところにいたのか。やばい、これでもくれ。これ、じゃあな、クソババア。お、ちょっと、あんた待ちなさい。